皆さんこんにちは、さくやです。さて今回はキングスクラウン2のヘルモードのですね、超高難易度、確かに超高難易度ではあったんですけど、まあこれもまあ一種のなんていうのかな、特定のキャラ持っていればクリアできますよ的な感じではあったかなと思うんですけど、まあ、せっかくなんで今回は今ガチで手に入るキャラをメインに使ってやっていきたいと思います。で、まあ普段いるんですけど、これはまあ SP 回復系のキャラなので、それを他は対応していただいても全然構わないかなと思います。まああと死んで蘇生入るんですけど、まああのやり方としてはまあこんな感じっていう感じなので、よかったらぜひ参考にしていただきたいなと思いますんでね。シエラ、ステータスはこんな感じで、武器はまあスロットもこんな感じでね、アクセサリーはモチーフとあとキメラ用のが、ついててあんま意味ないんですけど、こんな感じですね。 DX スキルはまあこんな感じ、まあ石板のところ見てもまあ結構いい加減な感じではあるんですけどね。で、アンジェラ、こっちもね、まあまあそこそこ。ヘリオブライトね、これはちょっと武器スロットはあのめんどくさいんで 15% で終わらしちゃってるんですけどね、こんな感じです。で、石板はこう、まあ、全然これも結構いい加減な感じなんでね。まあアクセサリーはなんか、うん、モチーフのがついてますけどね。ではね、やっていきたいと思います。